牛の疾病は、ひょろひょろと立ち上がる稲花植物で、棒状の方をつける。牛の疾病をィーは、単子用植物稲花牛の疾病族の植物である。湿地に生え、ひょろっとした姿の多年草である。穂は、太い軸にこぼが密着して、棒状に見えるのが、特徴的。名前はこの棒状の方、牛の竹べらに見立てたもの。多少株立ちになる草で、背丈は1メートルほどになる。 地下に横に走る根茎がある。根元はやや斜めに出て、まっすぐ立ち上がり、中ほどより上で枝を出す。茎の節ごとに葉をつける。葉は細長く、長さ20から30センチメートル、緑色で柔らかく、草質。葉は、茎の上の方のあちことから出て、溶液から出る柄の先に一つずつつく。葉は、長さ5から8センチメートル、先が細くなった線形で、 多数の節がある。それぞれの節には一組ずつのコボがつく。コボは短い柄のあるものと、その柄の基部につく。柄のないものが二つ一組となっている。どのコボも軸に密着している。低湿地や河川敷など、湿った草原にまばらな群落を作る。日本では本州から九州に、国外では朝鮮半島から中国大陸に分布する。戦術のように、 ほの各節にあり柄と、無柄の二つのコボがついているが、有柄のものは、柄の上部までが、主軸に融合しており、無柄のものは、主軸のくぼみにはまり込んでいる。二つのコボは、形は、ほぼ同じで、いずれも長さ5から8ミリメートルで、非神経。無柄コボの第一小花は大化し、第二小花は、両性花。なお、この種のように過剰の軸にこボがはまり込むようになって、 いるのは、牛の疾病族の他に、後日の角あやし族、灰芝や、棒麦などいくつかの稲科に見られ、並行的に進化したもののようである。さらに、角アヤし族や、灰芝では、保が節ごとに外れて散布される点でも共通している。牛の疾病族は、旧世界の熱帯を中心に数種がある。日本本土では、以下のもの以外には、類似したものはない。 同族の小羽の牛の疾病 RBR は牛の疾病によく似ているがより華奢で根元がややほふくする。九州から南西諸島、中国大陸南部からインド市がインドに分布する。別族ではあるがよく似たものに沖縄県に熱帯に分布し、日本では沖縄に帰化している角あやしがある。道端に生える雑草でまっすぐ立ち上がり、 高さは1から2.5メートルほど。全体に牛の疾病に似た姿であるが、よりがっしりとした植物である。穂は線形の棒状で、コボが密着して生じる点も同じであるが、角あやしではコボが軸にのめり込むように半ば埋まっている。また、熟すると穂が不ごとに折れてバラバラになる。角あやし族は他に、世界の熱帯域に約30種がある。 この種もアジア、アフリカの熱帯域が原産で、沖縄県には第二次大戦後に帰化したものである。ありがとうございます。